コーヒーをガブ飲みする準備はできてんのか。わあ。いや、なんかライブのアンコールとか煽りみたい、 MC みたいなイメージ。チャポ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 するぐらいコーヒーを飲む準備はお前たちできてんのか、東京。うわー。何事って思う人もいるかもしれないけど、まあ、横浜市内から都内に向かう道なんだけど、今日ちょっと東京都内のバイクで行けるカフェをはしごしてこようかなと。一軒一軒個別に行くのめんどくさいからもう一度にちょんちょんちょんって回ってこようかなと。やっぱバイクで行けるカフェって都内だと結構貴重な方だと思うんですよね。23区内だと、もうすぐ行くと多摩川があって、多摩川を渡ると東京なんで愛してるよ東京。いや、さっきの MC、 あんま俺ライブとか行かないんですよ。コンサートとかライブとか音楽はすごい好きなんだけど、ヒップホップがね。でもね、ライブとか行くタイプじゃないんだよね。そんな陽キャじゃないからさ、楽しめないって恥ずかしいんだよ。人目が気になっちゃう。でウォーみたいな感じで盛り上がれないんだよね、照れくさくて。おドゥフフみたいな感じだから心の中であちいとは思うけど、そこであちいぜイエーイウォーポンポンポンみたいな感じじゃないんだよね。あ、知ってます東京。なんか外国人の大物ライブした時のイメージ。愛してます東京そんな東京にね今日行くんで、一軒目はね観光とかは特にしないけど、もう何回も行ってるんでいろんな人と。でもちょっと場所が浅草のカフェなんで、外国人観光客が多い街じゃないですか、浅草なんて。だから今日日本を感じる MA1 を着てきました。ヒップホップ系のね、関西のひふみやっていう洋服屋さんがあるんですけど、このね、花札が用いられてるシリーズがあって、それの MA1 です。五号っていう役がね、揃ってる背中で。そして玉川です。ふぅー、東京シティに入りますよこれから。ふぅーふぅーふぅーふぅあれ、これ浅草ってどっちだろうか、六本木方面か。これコーヒー飲み比べて俺の好みが一番を決めるのもいいかなと思ったんで、もう全部コーヒーにしてやろうかなと。胃腸が最近良くないんだけどね、僕はしょうがないです。で、本当だったらブラックで一番、例えばそこが推してるブレンドとかさ、そのお店のコーヒーだと、このお店、うちはこのコーヒーが美味しいと思ってますよっていうのがダイレクトに味わえるじゃないですか。それでやろうかなと思ったんだけど、コーヒー飲んだとしてもブラック飲めない人も結構いるから、じゃあカフェラテにした方が無難かなと思って、カフェラテにしようかな。どこのお店に行ってもカフェラテを飲む他のも飲みてえけど別にコーヒーね、そこでしか飲めないコーヒーは実質あるけどないじゃないですか。実質ないっていうか、美味しさじゃなくて面白さを、自分がワクワクするっていうか面白がれる。多分いっぱい喋ったけど、全部回ってそれを1個の動画にするっていうのはほとんどカットだろうなこれ全部カットです。つい数日前にたまたま知ったんですよ、違うカフェのことを調べてて、バイク向けとかじゃなくて、たまたま今から行こうと思ってるカフェを見つけて、あ、そんなとこあるんだと思って、けどバイクも止めていいよって感じらしいです。なんかね、もともとはその人力車の車っていうのかな、あれを置いとく倉庫だったらしいですよ。ここらしいです。ここ あったわ、バイクも止まってんな。よいしょ。じゃあ、
まるで連れと一緒に来たみたいになってますけど、元口 V7 レーサーか。こっからもう5分ぐらいじゃねえか。やべ、亀十の行列が半端じゃねえ。何百人ぐらい、100人ぐらい、50人は絶対いるだろ今。あ、隅田川沿いの桜がすげえ咲いてる。金色のニョロニョロの、意外と一等地にあるね、あのお店ね。いや結構良かったですよ。隅田川沿い歩くのいいですよね。昔なんか誰かと付き合ってる人かな、来た時に。俺はまっすぐだよな。結構空いてるし、まだあんまり知られてなくて、でも実は浅草のメインの通りから1本入っただけっていうね。そんなところでバイクを置いてよくて、ゆっくり飲めて美味しかったです。肝心のコーヒーしっかり苦味があって、俺苦味があるコーヒーが結構好きなんですけど、カフェラテってさ、店によって、まあ、そんな大差はないけど、結構ミルク成分が強いカフェラテはそれはそれで美味しいじゃないですか。だけどもちろんミルクは感もありながらも、しっかりこのコーヒー感もあって俺は結構好きでしてます。すっげえとこに来ちゃったな。あ、桜がボリバリじゃん。話す隙がないんだけど、すぐそばにある公園にね、の中にデウスエクスマキナ浅草っていう、昔原宿にあったデウスエクスマキナっていうアパレルとバイクとサーフィンとファッションのカルチャーを持つところがあって、ここか。ただね、ここね、押してかなきゃいけないんですよ。よいしょ。だからクソでかいバイクは大変かもしれないですね。さすがにここ走るやついねえだろう。もともとね、原宿にあった時は何度か行ってて、好きで買い物したりもあったし、カフェに行ったりとかもしてたんだけど、朝なんかデウスにあんまり興味をそそれなくなってきて、じゃあちょっとやってきます。カフェじゃなくて普通にね、服を見てっていう人もいました。女性とかだとね、ちょっとよいしょって感じになるかもわかんない。だから押さなきゃいけないのはマイナスかもしれないけど、まあバイク止められるし、もう公園内だし、桜もいっぱい咲いてて、スカイツリーもあって、あの店員さんの接客も俺が担当してくれた人はすごい良かったですよ。多分バリスタの人だと思います。カフェラテやろう、他の人がやろうとした時に、あ、やんなくていいよ、俺やるから、やるとブレちゃうからって言ってました。何のブレか分かんないけど、そこもちゃんとね、コーヒー責任持ってやってる人なのかなと思って好感上がりました。お店の店員さん同士はね、すごいラフにカジュアルにフランクにね、みんなでワイワイ話しながら過ごしてましたけど、俺に対する接客という意味ではすごくね、気使っていただいて、あの、なんていうの、バイクライダーズカフェって基本ダサいところ多くないですか。いや、そういうのが好きな人はいいんだろうけど、カフェとしてのかっこよさみたいのはあんまり感じなくて、バイクにコテコテバイクしすぎてて、なんかおしゃれさとかかっこよさ、カフェとしてのなんか空間の良さみたいなあんまり感じることが俺はなくてですね、ライダーズカフェってバイクで行けて止められて、バイクフレンドリーで嬉しい反面、そのカフェとしての物足りなさを感じてしまうのと、バイクしすぎてるとバイクした人たちばっかり来るから、なんかめんどくさいなっていう気持ちもあって、俺はそこまでライダーズカフェが好きなわけではない。バイクの行動が中心の生活をしてるから、バイクで行けるカフェはすごく好きだけどっていうのがあるんですよ。だけどデウスのカフェに関しては、まあ、原宿の時はもっとね、おしゃれな感じ、原宿で土地からね、より
店の作りも独特だったし、地下みたいのもあったりして、まあ、人好みがあると思うんですけど、俺はああいう風にカフェとして居心地がいいというか、空間的に、だって味とかだけだったらただコーヒー飲むだけじゃないですか。そうじゃなくてやっぱカフェの醍醐味は空間かなって思うんで、コーヒーの味的にはさっき店を後にして10分後ぐらいにカフェラテカフェラテ飲み干してまたホットとカフェラテ、アイスならともかくホットだから余計なんかお腹に溜まるっていうかね。これね、デースのホットのカフェラテはこれはこれで俺は好きだね。やっぱちゃんとバリスタの人がいるのか分かんないですけど、ちゃんとしてますよ。あのミルク感があります。だけどミルク感がありすぎてコーヒー感がないわけでもなく、でも1軒目のオルティガよりはミルク感があって、でもカフェラテの醍醐味、ラテの醍醐味ってやっぱミルク感だと思うんですよね。ホワホワホワっていう、特にホットの場合はホワホワした泡立てだね。バランス取れててホワホワしてるけどミルクミルクしすぎず、でもミルク感はしっかり味、甘み、ミルクの甘みを味わえて、あ、もちろん何も入れたりはしてないです。好みですね。日によってはもし明日だったらデウスのカフェラテの方が好きっていう気分もあると思います。オルティガのカフェラテの方が好きでしたけどね。正直コーヒーはコースつけがたいです。まあ知ってる人も多いとは思うんだけど、見てる人からすると行きたい人もいるかなと思ったんで、俺の興味ってよりはせっかくすぐ浅草のカフェに行くんだったらデウス浅草も寄らない手はないかなぐらいの気持ちで行っただけだったんですけど、思ったより良かったですね。あの公園とくっついてる感じがまたずるいっすよね。ただ実はもう一個行くんです。さすがにね、浅草から結構混んでるから1時間ぐらいかかるっぽいから、ちょっとねお腹が休む時間があるとはいえ、3杯目ですカフェラテ。飲みたくねえよ。もう一軒は世田谷ユナイテッドカフェっていう、多分知ってる人も多いんじゃないですか。俺ももともとすげえ前から知ってはいたんですけど、正直言っちゃうとシンプルでスッキリしたカフェで、なんだろう、悪くはないんですけど、カフェとして雰囲気とかフードとかあんまり惹かれる要素がなかったんですよね。ただそのお店がいろんな個展とか、カフェなんですけどギャラリーとしていろんな作品を飾ったりして、定期的に作品を入れ替えて展示してるらしいんですよ。それでちょっと気になってはいたんです。ついこの間さ、東京モーターサイクルショー行って初めて知ったんですけど、ブリクストンモーターサイクルっていうオーストリアのバイクメーカーがあるらしくて、結構最近のメーカーなのかな。でヨーロッパを中心に結構人気らしいんですよ。お求めやすい値段で小さい排気量から大型まで出してる。気になったんですけど、モーターサイクルショーでね、せっかくだったらモーターサイクルショーでキャッチした後に何か仕掛ければいいのにと思ってたんですけど、そのユナイテッドカフェで最近までやってたバイクの絵の展示が終わって、今度ブリクストンモーターサイクルに関係する展示をやってるらしいんですよ。マジかと思って、ちょうどその東京都内のバイクで行けるカフェ巡りをしよう、行きたいなと思ってたところにブリクストン展示が始まりましたって言ってたから、タイミングよく、あ、これはもう行っとこうかなっていう気持ちで、ついに行く時が来たかなと。ここがねユナイテッドカフェの駐輪スペースらしいですよ。すごいな。こうさ、2、3台とかならともかくさ、結構止められるよね。1、2、3。だってこれ
結構大きいサイズだけど 1,2,3,4,5,6,7,7,8台をもっときっちり止めればね、もっといっぱい止められるけど、いや思ったより良かったですね。アクセスも良いし、でもかといってバイクもしっかり止められる、あんだけ止められると思わなかったな。バイク関係なくお客さんはやっぱりねランチタイムだったから結構来てて、さすがに店内スマホでこう一人でね撮りにくかったです。空気邪魔してまで撮りたくないなと思って。いるじゃないですか、ひたすら料理が出てきてからもさ、なんか何枚か撮るんだったら分かるけど延々に写真撮りまくってるやつとか、空気ぶち壊したくなかったんで。で置いてあるバイクが結構手前にあって、一番いいソファー席みたいなところすぐ真裏だったんですよね。でそこにお客さんいたから、そのお客さんのそばでさすがになんかおーとかできなくて、展示してあるって時でそんなに展示もめちゃくちゃ充実してるわけではなかったです。まあ、外観とか内装とかもまあシンプルにまとまってる感じで飽きのこない感じでしたね。なんか11周年だからって言って数に限りはあるらしいんだけど、キーホルダーくれました。やっぱバイク乗る人に向けてもね、ちょうどいいノベルティでわざわざねそんな用意しちゃって、感謝の気持ちでみたいな感じらしいです。こちらこそ感謝ですよ、初めて来たのにもらっちゃって。味も普通に美味しかったですよ。でもまあよくある感じのカフェラテです。安心の安定のカフェラテって感じですかね。まあ当然やっぱり味自体は他の2店とかマシンとかも予算も違うでしょうから、コーヒーの味自体がちょっと落ちますけど、まずいとか全然なくね、普通に美味しいって感じの。何止めやすいっつっても本当に止めやすい、このオフィシャルな感じ。もうこれはもうお店の敷地内ですよっていうのがあるから、もう心の底から安心してコーヒーをまったり飲めるっていうかね、カフェの時間を過ごせる。バイク大丈夫かなとか邪魔になってないかなとか、そういう心配が全くいらないんでいいですよね。